はい、大変でーす。はい、今日は暁のトミックスの暁が来ましたね。はい、これがオファ14ですかね。負がつかないんですね。はい、これが目立ちますけど、この辺は出雲の2号3号と同じ感じですかね。こっちに入ってますね。はい、まあこれだけですね。これだけ。はい、であとは、水星の4両セット、特殊なのはやっぱりこれですか。はい、で、暁は、1,2,3,4,5,6,7 両セット。はい、で、これが、まあ、造血が、お羽が3両、暁に1両、水星に2両入るってことだけど、これ、第一線ちくまセットがこちらと、こちらにあるんですね。はい、で、こちらの余る、まあ、お羽、まあ、1両はお羽、オハネフじゃなくてスハネフですね。はい、まあこの辺を、まあ造血、暁水星の造血として使えばいいかなと思ってますけど。はい、で、まあこちらの日本海の西日本セットはこのはしごがついてるんだけど、このですね、モトトレールの方にははしごの表現がない古いタイプのやつでした。はい、まあこの92で始まるものっていうのは古くてはしごの表現がないやつで、うん、で、新しいやつっていうのは98なんですよね。はい、まあこれいつものやつだけど98678。はい、まあ朝風も見たら古いタイプではしごがないやつでした。はい、朝風92793ですね。残念ですね。はい、で、なんだっけかな、まあ、こちらの日本海の西日本仕様の造血セットは98281。はい、まあ、これははしごがついてるタイプでよかった。で、まあ、これ24系25型なんだけど、まあこの暁のセットの14系15型と見るとほぼ変わらず、まあ、ここの洗面所の窓がこっちは24系25型、この場合は2つで、で、暁のセットのやつはここが1つですね。はい、でも、まあ、大山ちくまセットの14系15型の方は、ここも、まあ、2つなんで、はい、だから、まあ、
この24系25型を暁彗星の造血用として用いても違和感はない感じですね。まあ表記も、インレタも貼ってないんでみたいな感じでした。はい、あとはまあトミックスの DD51 の米子のやつですね、来ました。はい、まあこれは加藤の下関の旋盤台ですけど、このタブレットキャッチャーみたいなこのついてるわけですね、こちらね。はい、これはついてない、他に内側がいろいろとあるんですけど、あとレゴイチの498の副刀付きシールドビームなのかしらね。はい、来ました。はい、このテンダーな部分が副刀だけついてると思ったら、テンダーな部分がこう違うんですね。はい、違いますね。あとこの辺も違いますね。そうですね、はい、案外違ってた部分があってよかったかなと。まあ間違って、元の副刀付きじゃないやつレゴイチ498が2つあるんですけど、レ498がここで3両あるってことですね。はい、こんな感じで、まあ、近況報告でした。はい、まあここ一番下のここで小さいところがあるからマヤでも入れんじゃねえのみたいな、学校さんがおっしゃっていたので、まあ載せられて中古で購入してしまいました。そんな感じで近況報告でした。ありがとうございました。